はい、それでは始めたいと思います。今日はですね、前回1回休んでしまいましたけども、表計算、いわゆる Excel の演習をこれから3回程度やりますけども、それの最初ということで、新しいところに入ります。で、いつもと同じように、私の研究室のホームページから、講義というのをクリックしていただいて、それで、コースですね。で、クラスルームに入ってもらいますと、前回、9回目で、今回10回目ということで、アンケートとそれから課題提出を用意しておりますので、まずアンケートは最後にまた答えてください。新しく覚えた言葉3つ、それから、感想等ですね。それから今日やったものはまた、第10回の課題提出アップロードするとこがありますので、アップロードしてくださいということです。で、今日はこの概要というところをクリックしていただいて、先ほど言いましたように Excel の第1回目ということで、Excel 演習第1回目ということですけども、皆さんご承知の部分も多いかと思いますが、Excel ですね、表計算の説明をしていきたいと思います。で、まず最初に、表計算ソフトウェアとはというところですけれども、表計算ソフトウェアというのは、皆さん、使っているかもしれませんけれども、もともとはですね、ここにありますように、縦横に区切られたマス目の中に文字や数値、計算式を入力して表を作成し、多数の数値計算を一度に処理することができるソフトウェアのことである。後でも説明しますけれども、セルと呼ばれるマス目の中にですね、文字とか数値、こういったものを入力して、さらに、イコールという、記号の後に数式を入力してですね、でいろいろ計算することができるというソフトウェアですということです。で、マイクロソフト社の Excel という表計算ソフトが標準となっているということですね。で、歴史的にはですね、実はExcelというのはまだ比較的新しい方で、1977年に、今のマッキントッシュを作っている会社、アップル社がですね、Apple II という、Apple IIe ですけども、PC を発売した後に、それをいろいろ使いこなしていた、エンジニアというよりはビジネススクールの学生である、このダニエルさんという人がフィジカルクというソフトウェアを作ったわけですね。で、これがまさしく、いわゆるセルの中に、値とか数式を入れて計算をさせるものであったということです。いわゆる表計算ソフトウェアというのを原型を作ったということです。それはプログラム自身も、公開されているような、非常に、基本的なソフトウェアではあったんですが、特にこのビジネススクールの学生、経営の、勉強しているような学生の間で非常に広まってですね、で、行ったということです。で、その後に、IBM 社が1981年頃にいわゆる PC、IBM PC というのを発売して、
まあ、パーソナルコンピューターですね、よりビジネス的なソフトウェアがいろいろ出てきたときに、このミッチー・ケイパー・ジョナサン・サックスという人が、ロータス社というのを設立して、同じようなソフトウェアであるより発展した、ロータス123というソフトウェアを開発いたしました。でその結果、それを商用ベースでいろいろ売り始めてですね。で、当時はまだここに今さん向かっている Windows、いわゆるマルチウィンドウの環境ではなかったんですけども、画面の中に、横80文字、縦25文字ぐらいの文字しか表示できないような画面の中で、こういった表計算を行うということを行っていたということです。まあ、その中でいろいろな機能を付け足して、ロータス123というのがいわゆるビジネスユースで、爆発的に広まっていったということですね。でその後さらに10年ぐらい経ってから1995年にマイクロソフト社が、Windows 95というのを発売して、まあ、いわゆるその Windows の上で表計算ソフトというのが、動くようになってきた。で同時に、いくつかのウィンドウを同時に開くことができるので、マルチにですね、いろんな表計算ソフト、いろんな計算を絡み合わせながら、いろんな計算ができるようになってきたということです。でその結果この下にありますように今は、Excel というのが表計算ソフトでは、中心になっているわけですけれども、表計算機能の他にですね、ビジネスグラフ機能とかデータベース機能とかマクロ機能、こういった機能を合わせ持った総合的なソフトウェアとして Excel が使われていますよということです。で、表計算機能というのは一番基本的な機能ですけども、文字データ、数値データ、計算式を入力して表を作成し、表内のさまざまな計算をさせることができると。集計業務とか成績処理とか給与計算とか確定申告とか経営シミュレーションとか、こういったものが、こなすことができるということですね。でその、次にですね、Windows 95が出たあたりから、PowerPoint のところでも少しありましたような、そういったデータを元にした自動的にグラフを作成するビジネスグラフ機能というのが付け加わりましたと。Excel 表の数値をもとに簡単にグラフを作成することができると。表とグラフが変形されていて元のデータを変更すればグラフも自動的に修正されると。非常に多くの種類があり、グラフにはいくつかの形式が用意されているということですね。で、この演習では時間の関係でちょっといきませんけども、その他データベース機能、これは何千何万、何十万といったような数のですね、データも扱うことができるようになってきたので、いわゆるそのデータをですね、レコードという単位ではありますけども、分類とか抽出とか並び替え、こういった機能をすることができる機能を持っているということですね。いわゆるデータベースと呼ばれるソフトウェアがやってきたことも Excel の中でできますよと。あとさらにその機能を追加するという意味で、Visual Basic という言語、実際には Visual Basic for Application という言語ですけども、それを駆使して機能を拡張することができるマクロ機能という機能も最近では備わっています。その機能は先ほど言ったように、時間的な関係でできませんけども、 Excel を使うことによってそういったトータルなんですね、機能を使うことができるということです。で実際の画面はそこに書いてありますけども、ちょっと古いバージョンの画面ですが、このような感じに、ウィンドウで開きまして、
上の方はですね、ツールバーといって、ワードとか、そういったものと同じようなアイコンが集まっていますけれども、まず名前ボックスと呼ばれるところに、そのセルの名前が書いてあったり、数式バーと呼ばれるところ、まあ、FX などですね、イコールという記号の後に数式を入力するというところですね。このセルの中に、相当する数式を入力する。それから、この表のマス目上の表の一つをセルというふうに呼びまして、通常どこの今セルを入力しているかということが分かるように、こういった太文字の、四角で囲われています。でその他このセルの位置を示すために行番号、まあ、1234567891という行番号、それから、列番号 ABCDEF ということが振られていて、このアルファベット数字の組でですね、このセルの位置を表しています。でその全体としてはワークシートというふうに呼ばれていて、で昔はこのワークシート1枚だったんですけども、今はこのウィンドウの中で実はこのワークシートを複数を作ることができて、それを複数集めてこのファイル全体としてはブックというふうに呼びます。ですから通常このファイルとしてはブック形式という形式で保存されているということですね。まあ、このような感じで基本的にはワークシートをどんどん作っていくわけですけども、その複数集めた形で Excel というファイルが成り立っているということです。まあ、そのような中で、基本的にマウスを動かしたりするとこのようにマウスの形状が変わりますよというのは、まあ、ワードと同じような感じで変わりますので、早速この下にありますようなデータを、Excel を起動して、入力してもらいたいと思います。